セブンスロードメイジ。遊戯王セブンスの主人公、王道優雅の使用するカード。デッキ改造パック、驚愕のライトニングアタックに収録された、セブンスロードの1枚。マジシャン、ウィッチ、ウォーロックと共に、セブンイレブンコラボに選ばれている。何かのつながりを示すものなのか、ブラックマジシャン系のモンスターとよく似た帽子をかぶっている。この1枚で、墓地肥やし、攻撃力でバフ、そして生贄コストも賄える有能カード。3枚1組で召喚する、マキシマムモードのモンスターを除けば、レジェンドカードのブルーアイズホワイトドラゴンで、攻撃力3000となり、最上級モンスターでも、攻守の最大値が2500ほどのラッシュデュエルでは、このカードの効果である、400プラスアルファのデバフは、戦闘破壊可能な範囲まで落とすのに、十分すぎる効果となり得る。アニメ初登場は13話となり、追い詰められた場面から、効果を最大限に発揮することで、相手の切り札を戦闘破壊する助けとなり、自身も勝負を決めるフィニッシャーとなった。決め手となる攻撃は、相手を大穴に落とす、というものだった。作中で、オーケスの召喚したセブンスロードメイジは、マジシャン、ウィッチと同様に、青い炎が灯っていた。遊戯王クロスジュエルには、オリジナルのテキストがあり、セブンスロードを冠する魔法使いの優等生、素早い分析で、最適解にたどり着く、と書かれている。